ここ名古屋には今日この2つの、ゆるキャラが来てくれました。網走のキャラクターのニポ姉ちゃん、それと、斜里町のシャキッとさん、この2人が来てくれまして、このオホーツクの PR に、一役買ってるということでございます。後ほどね、それぞれどういうキャラクターなのかっていうのはその町の方からご紹介がありますんでですね、とりあえずニポ姉ちゃんとシャリットさん、お二人が来たということだけまず覚えておいてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、それではね、あそこのお嬢ちゃんもね、あのニポネが好きみたいでお人形の持ってくれててありがとうございます。はい、それから、ではね、それぞれの今日町からもご担当の方が来ておりますので、紹介をしてもらいたいと思います。まずはあの北見市からお願いいたします。あ、ごめんなさい、北見市じゃなかったね、網走市でした、順番間違えました、大変失礼いたしました。網走市からお願いいたします。皆さんこんにちは、北海道、今ご紹介がありましたオホーツクの網走市というところからやってまいりました、網走市役所観光課の八木といいます。よろしくお願いいたします。私は名古屋に来るのは初めてなんですけれども、昨日飛行機で乗って直行便でですね、約2時間の飛行時間でやってきました。名古屋と網走っていうのは直線距離で大体1600キロあるそうです。で、そこの1600キロの、まあ、距離非常に遠いんですけれども、名古屋の中部セントレアと先ほど説明のありました通り女満別空港というところで、直行便がありますので非常に便利に来ることができます。なので、皆さんもですね、ぜひこれから紹介する観光素材を見にぜひ来ていただきたいなというふうに思っています。で、この観光素材なんですけれども、先ほどの網走刑務所というお話があったんですけれども、まあ、全国で一番有名な刑務所かなというふうに思っております。で、昨年ですね、高倉健さんとお亡くなりになりまして、もう一度網走刑務所という名前がですね、全国に、響いているのかなというふうに思います。あと、それと何といってもこのポスターにあります通り、網走、まあ、オホーツクの観光素材として一番の魅力は流氷になりますね。流氷っていうのは冬になりますとオホーツク海一面をですね、氷で埋め尽くす、白い世界に埋め尽くすということになります。で、この流氷っていうのはですね、アムール川、ロシアのアムール川が太平洋に流れ込みまして、その真水が凍って、その氷が南下してきて知床半島にたどり着くという内容になっています。で、今年はですね、今週、12日です、1月12日に流氷初日を迎えております。流氷初日というのは水平線にですね、流氷が確認できた最初の日のことを流氷初日というふうに言っています。で、この後あと1週間2週間しますと、今度は節眼日という日にちを迎えることになります。それは文字の通りですね、岸に節眼する日のことを流氷節眼日というふうに表現しています。で、流氷のシーズンとしてはピークはやはり2月ということになるんですけれども、今シーズンはその流氷初日は例年よりも10日ぐらい早いということですので、流氷観光がですね、いよいよ始まるということで、今年は若干早くそのシーズンも始まるんではないかなというふうに思ってますので、皆さんぜひ、流氷の方に遊びに来て、見にですね、遊びに来ていただきたいなというふうに思います。多分こちらの人は北海道のオホーツクなんていうのは非常に寒いところだから、そんな行きたくねえやというふうに思ってるかもしれないですけども、私たち今日ここに来て一番感じたところはですね、名古屋もすごい寒いということを感じてます。これ体感温度にしてみたらですね、大した変わんないような気もしてます。温度計ではですね、やっぱりマイナス20度とかっていう数字になるんですけれども、今日で多分 4度とか5度とかですかね。これでもすごく同じぐらい寒く感じてますので、多分この寒さで皆さん我慢できるんだったら、網走の寒さなんか全然我慢できるんではないかなというふうに思ってますので、ぜひ冬の網走にですね、足を運んでいただければなというふうに思っております。で、この右にいるキャラクター、ニポネと言います。
今お話しした流氷のですね、下に生息する流氷の天使クリオネという生物があるんですけども、そのクリオネと網走にですね昔から伝わる民芸品、がニポポ人形というものがありまして、そのクリオネとニポポを足した名前がニポネちゃんということになっています。で、一昨年のゆるキャラグランプリでは全国で46位という好成績を収めたゆるキャラになっております。今女の子が、ニポネちゃんのですねマペットといってお人形ですね、手の人形、手に入れる人形をですね持ってくれて、今年セントレア空港でゆるキャラグランプリをやったんですけど、その時にも来ていただいたということをおっしゃっております。ありがとうございます。ニポネちゃん好きですか？ありがとうございます。いや、こんなところでね、ニポネちゃん好きですっていう方はお声掛けしてくれると非常にニポネとしてもですね、やりがいがあると言いますか、幸せを感じていると思いますので、またニポネともどもですね、網走の方よろしくお願いいたします。皆さん冬の網走お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。冬の網走、とても流氷が有名ということで、本物の流氷あっちに置いてあるというので、一度触りに来ていただければと思いますが、網走はあれ